はい、どうも皆さんこんにちは。で今回ですね、まあまた戦闘中やっていきたいと思います。で今回は前回城をやったんですけど、まあ忍びフィギュア少なすぎるんだけどね。で今回ねグランドキャニオンやっていこうと思います。で今回もねまた新しいキャラ、なんかこうやってさどんどん新しいキャラやってるのめちゃくちゃ楽しいよね。なんかで今回は、まあ、JIJ っていうのか、それが JJ っていうのか分かんないけど、まあ、新キャラでボールの速さ2、ボールの距離2で足の速さ星2っていう、ちょっと強いね普通に。淀原清と結構いい勝負するんじゃないかな。でグランドキャニオンの特徴か、激しい高低差のあるエリアで、川底では移動スピードが落ちる。あー、なんか本当にあれじゃない？超戦闘中のジャングルっぽい感じじゃないかな。で、トレッキングシューズ。何これ？で、強化レーダー。まあいいや。じゃあ、やっていきますか。じゃあ、早速、やっていくぞ。なんか忍者っぽい人いたけど、今。大峡谷。15人のプレイヤーたちが集められた。まあまあまあ。で淀原清の隣にいるとなんかちょっと威圧感あるね。いや強そうだな。ここやばいよね。俺カットされた。あ、一応メグさんもいるんだね。メグちゃんか。あ、だけどスピード速いね。だけど傾いてるけど大丈夫かな。頑張ってる。強こっから降りるというか落ちるんじゃないこれ。じゃあねやっていきますか。でマップがね多分広いと思うんだよね。どう？あー、まあ広いかもしれないね。じゃあ忍びフィギュア堂々とやっぱ置くね。ナイス。で多分さすがに近くにはないよね。2個ぐらいは。まあ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 。でなんか変な装置があって何に使うか分かんないけどね。よし、オッケーオッケーオッケー。まあ、あ敵か。武器屋ね。まあ武器屋はこれさ普通にナイス当てる。で、ちょっと下行っちゃったけど、まあこれは、しょうがないかな。後で行くか。しょうがなくはないけどね。で、これさ、これ下か。ここっぽかったけど違うね。お、あれ？なんかあった。なんかレーダー見てたらなんか。で、この人倒せたら、え、何？てかさ、あれ？兄弟？双子です。で、イベント、バトルアイテム。滝壺の前にある大きな岩、お大砲で破壊するとアイテムが川とともに流れ出す。そういうことね。大砲の弾ね。意外に結構近かったっていう。ありがたいね。なんか、戦闘中って大砲多いね、なんか。え！すっご。あ、さっきのところか。ちょっと視点がやばいけど。あ、これ普通にこっちから行けるんじゃない？この橋通ったら。あ、あと敵もいるから、これ倒せたら、でかいな。ナイス、オッケー。え、これ気づいたんだね。結構賢いな。で、ここら辺もね、なんか、怪しいな。お、敵、ここにもいる感じ？これ、当てれる。いいね。まあ、残り7人。まあ、どんどん当てといた方がね、最後ら辺楽になるからね。で、ここにセットか。大砲が。大砲好きだな。なんか、どんどんさ、進化してない？大砲。え、ここリアルだな。いや、すごい。まず宝箱が強いな。で、多分予想は、あれだね。バトルシューター。なんか2つマップ2つともね、バトルシューターだったから、これもそうじゃないかな。まあ、てか敵とかさ、取るのかな？宝箱とか。で、あとなんかこれさ、走ってるけど、当てる！じゃあここのね宝箱取ります。あ、やっぱバトルシューター多いな。本当にそう考えると本当に使ってほしいんだな。じゃあ使います。まずはボールからだけど。で、あとねグランドキャニオンにもあれがあった気がするんだよ。ちょっとこれ使うか普通に。忍びがねどっか中にね多分隠れてると思うんだけど、てかまず滝の後ろめっちゃ怪しいんだけど、てかまずここ通れない。あ、通れない。ここはいけるけど、あ、やっぱりあるよね。あるけど、ちょっと待って、これなんだっけ。
あ、これわかんない。何だったかな。これってなんか、あ、これ当てるだけでいいの。なんだ。隠し扉。なんかインディン・ジョーンズみたいだね。じゃあここ入って、忍びフィギュアね。こりゃでかい。ちょっと見えたけど、なんかホーミングシュートあるよ。50万ここはもらえるんじゃなくて、これ壊せる、あ、壊せない。まあいいや、あ、くの一ね。まあ一応これ買っといて、え、なんか全てが久しぶりすぎてさ、めちゃくちゃ楽しいんだけど。で、150万か。まあ、ホームシューター買うか。で、あとここさ、通れないんだけど。これなんだろうね。もしかすると、ビッグバトルボール忍びのあのフィギュアがあったから、こっからいける？あ、いけるっぽいね。そのフィギュアがあったから多分ビッグバトルボールで壊すのかな。それともあれかな、あのグローブ、専用グローブがあるかもしれない。多分それだとは思うけど、ここ通れないのかな。で、まあ、あと残り5分で、まあ、残り3人ならまあ全然いけるかな。さて、探すぞ。どこだい、みんな出てこい。で、あとね、ここら辺はまだ行ったこと、あ、てかさ、あれは GIJ は僕まだ見てないんだけど。敗者復活ここで、え、これやばくない？普通に、え、嘘でしょこれ。あ、ナイスナイス。てかホーミングシューター使いたくないんだけど。まあ、使わなければいいんだけど。お、ナイスナイス。ちょっとくの一に頑張ってほしいな。なら止まってる。ナイスー。いいねいいね。だけど結構なんかあんまり逃げ回らないね。おお、なんか本当に隠れてるのかわかんないけど。お、やっぱ強い。さすが軍にいたな、GIJ。ナイス。じゃ、この2人か、残りは。で、残り4人だけどさ、敗者の人たち。いやー、どこかな。あ、ここにある。取りたいけど。あー、そこにいるな。多分これ上だな。え、あ、ここに隠れてたの？残り30秒か。あ、いたいたいた。GIJ。ハサミ撃ち。ナイス。てか GIJ、正直倒したいな、なら。もうここにいるんだったら。ここはもう、対戦だね。まあ、二人復活。まあ、まだ二人なら全然いい。敗者復活戦が終わり、再び個人戦が開始される。残り4人っていうね。まあ、僕なんだけどね。まずは勝たないといけないけど。頑張るぞ。で、まずは、え、強っ。ナイスー。まあだけどこれで一応あれが使えるね、ホーミングシューターの威力を。まあもう一人倒して、でこの上にいるのか。てかこのマップやばくないじゃん。ホーミングシューターあって、でプラス多分ね、他の宝箱もバトルシューターだと思うんだよね。4つもあるのか、すごいよね。で一応これで多分ね、倒せるはず。ホーミングシューターは絶対当たるからね、ほぼ壁とかに当たらなければ。で最後はね、グランドキャニオン特有のね、キャラっていう、これは勝ちたいね。 まずはね、探さないといけないんだけど。でこっち側に確かね、あれがなかったっけ、忍びフィギュア。ここじゃないな、もう一つか。あ、いた。倒したいけど、まずはね、これ走りづらいから。え、避けるのか。だけど、ホーミングシューターめちゃくちゃありがたかった。ナイス、ジジイ。え、でも400万って結構少ないけど、あ、これかね。約55万。だけど、それでも少ないな。で、5個か。まあまあまあ。前回よりかは全然いい。いいね、一人前の戦闘車ね。で、新たな装備解禁。スピードグローブレベル2ね。レベル2か。レベル3は多分星4か。あとパワーグローブね。お、次回次回。次回は？
あ、ここ江戸の村か。そりゃあ、あの3つ目のステージ城だね、名前は。淀原源氏？なんか名前結構似てる人多いね。はい、ということで一応今回はですね、あのグランドキャニオンをねやったんですけど、いやーやっぱ GIJ やっぱねちょっと怖いね。あれはまだノーマルだからいいけどさ、あとホーミングシューターあったから倒せたけど、正直多分ねハードモードとかだとやばいんじゃないかな。で一応次回はね江戸の村、結構江戸多くない？なんか昔っぽい、その日本の昔みたいな感じで、門前町もそうだし城も、あと江戸の村ね。まあいいや、じゃあ次回はねここをやっていきたいと思います。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで